右側が、柳瀬営業所。左側は、本社社屋、柳瀬営業所所属の一般路線バス柳瀬、営業所所属の高速バス。関東自動車、柳瀬営業所は、栃木県宇都宮市柳瀬4丁目にある、関東自動車のバス営業所である。一般路線は、宇都宮市、日光市、鹿沼市、下野市、塩谷郡塩谷町をエリアとし、宇都宮発着の高速バス。 空港リムジンバス、宇都宮市内循環バス、宮バス、木船号を担当するほか、日光市営バスの一部路線も担当している。所属車両のナンバープレートは、栃木、宇都宮が存在する。本校では、柳瀬営業所の前身である旧宇都宮営業所と、旧宇都宮営業所出張所から各営業所が、独立した経緯についても記載する。もともと、 関東自動車の宇川地区、日光、鹿沼、小山地区エリアの各営業所の起源は、1931年に池上町に開設された、車庫機能と乗車券類を販売する営業所であった。この池上町営業所は、1955年に国鉄宇都宮駅前にあった、駅前車庫に、本社社屋が新築されるのに伴い、 宇都宮営業所として、社屋1階に移設された。一方、柳瀬車庫は1962年に、駅前車庫を拡充するために、旧柳瀬総儀に開設され、乗車券類の販売を行ったことがない車庫として維持、されてきた。駅前営業所のバス運行機能は、社屋建て替えと敷地内への関東地産ホテルの建設に伴い本社から分離され、車庫に統合。 1989年、いまいち営業所の乗り合い部門と統合の際に、柳瀬営業所に改称した。かつて、国鉄宇都宮駅前のバスステーションには、関東自動車の運行に加え駅前案内所や、乗車券販売所等の機能を担う事業所と、駅前を発着する関東自動車の車庫を呼び、乗務員詰め所があった。太平洋戦争後の復興期には、 市内池上町にあった宇都宮営業所が宇都宮駅前に新築された本社社屋に移設され、さらに高度経済成長に伴う営業拡大によって機能は細分化され、市内外各車庫にバス運行業務と定期券や乗車券、回数券等の販売を行う出張所を開設。これが後に戸祭営業所、小祭営業所、江蘇等営業所、 カヌ営業所、石橋営業所、小山営業所、今市営業所等の乗車権類を取り扱う営業所として独立された。その後、バブル期に伴い事業分野が拡大され、バブル崩壊後は組織整理、再編が行われた。宇都宮駅前の宇都宮営業所のバス、運行機能は、管理されて車庫に統合された。なお、乗車権類を取り扱う営業所機能は、 利用客の多い駅前本社事業所に置かれている。こうした経緯から、柳瀬営業所のバス運行担当路線は概ね、JR 宇都宮駅を発着する路線となっているが、路線末端部の地域枝線も受け持っている。日光街道方面ロマンチック村方面、帝京大学方面大谷方面鹿沼方面、石橋方面循環路線ベルモール方面、受託運行日光市営バス、 関東自動車の宇都宮発着の高速バスはすべて本営業所を拠点としている。北関東ライナーについては別の不にて承述する。北関東ライナーは北関東自動車道経由で栃木県と茨城県間を結ぶ高速バスである。外設昭和後期までは栃木県の県と宇都宮市と茨城県の県と水戸市の間には 国鉄宇都宮自動車区が国道123号経由で運行する路線バスモテギ線があった。モテギ線の宇都宮水戸直通便はその後一部便を茨城交通が運行した時期もあったが1979年に廃止され以来30年間宇都宮と水戸を直通する公共交通機関はない状態が続いた。 茨城県が2005年度にまとめた北関東3県と新潟県、福島県の5県連携に係る基礎調査報告書の中で5県間の総合旅客流動が最大なのが栃木県と茨城県間の流動であることを指摘するとともに東京を含む1と5県間の総合旅客流動の立地的中心部にある栃木県が交流起点になり得ることと記している。また、 宇都宮市役所においても、総合政策部交通政策課が、宇都宮都市交通戦略短期施策において、目的、ニーズに応じたバスの運行として、ニーズによる、新規路線の検討、実施を計画の一つとして示しており、直通公共交通機関の検討が加えられてきた。このような状況下において、2008年12月の北、 関東自動車道の東側区間全通を機に、2009年9月から運行を開始したのが、北関東ライナーである。2008年12月、北関東自動車道モーインターチェンジ、桜川畜生インターチェンジ間が開通し、宇都宮市と水戸市が高速道路で結ばれたのを機に、2009年7月に、 路線免許が申請され、同年9月17日より運行が開始された。両都市間への観光、ビジネスのほか、茨城側からの新幹線アクセスとしての利用の期待もされている。関東自動車にとっては、下立駅経由で運行されていた土地の記号大山、猛火線が2006年に廃止されて、以来の茨城県乗り入れとなる。2009年12月には、 この開業を受け、安らぎの栃木路共同宣伝協議会により、安らぎの栃木路2009等、茨城キャンペーンが企画発表され、参加団体である、日光市や那須塩原市、栃木市等の代表が、茨城県庁、茨城新聞、うばら港トラベルサービスなどを訪問し、観光キャラバンを行った。路線開設当初の茨城県側発着点は、水戸駅南口であったが、 2011年4月29日より、茨城県側の発着地を、国営日立海浜公園、または、茨城交通、かつた営業所に変更、路線を延長した。なお、関東鉄道を含めた3社での共同運行だったが、同社は2011年3月31日で、運行から撤退した。座席定員制。予約不要だが、 先着順で満員の場合は乗車できないことがある。運行会社関東自動車が2往復、茨城交通が4往復を担当する。運行経路、主要停車地、富士は停車停留所。栃木県内のみ、茨城県内のみの利用を負荷。宇都宮駅は、JR 宇都宮駅西口栃木県庁前から、東部宇都宮駅西口の順に停車し、 東武宇都宮駅西口が終点となる。運行開始当初は、水戸駅も東武宇都宮駅西口始発 JR 宇都宮駅経由だったが、2010年10月1日より、JR 宇都宮駅発着にルート変更。その後宇都宮駅のみ、JR 宇都宮駅経由東武宇都宮駅西口駅に再変更した。日立中への路線延長していた時は、 ひたちなか行のルートは、水戸駅南口非経由だった。車両設備遠隔近年撤退、廃止された路線を掲載。なお、停留所名は廃止当時のものである。一般路線高速バス柳瀬営業所の最寄りバス停は、宿号中だが、このバス停には、柳瀬営業所担当の路線は停車しない。関東自動車の公式サイトでは読み仮名を、 柳瀬営業所としている。宇都宮市役所による柳瀬の公式な読みは、柳瀬である。日光方面とは場所が異なる、路線図日光街道方面関東自動車平成30年4月2日月曜から、JR 宇都宮駅発の深夜バス運行開始された。4一路線バスのダイヤ改正について、関東自動車。 http://www.kantobus.co.jp:/topics/topics.php id イコール327トピックパス2018年3月25日、閲覧。ニュー・フジミ中低ニュー・フジミ間は自由情報区間、荒張り経由と、通称される、長坂経由と、 通称される経由しない便もある土休日の一部便は、栃木県庁舎前通過鉄道駅名としては、昭和初期に、高徳駅から、新高徳駅へと変更されていたが、バス停名は1993年頃まで、高徳駅前のままであったニーサとロマン、チック村間を延伸、発展解消されたが、その後廃止ニーサとロマン、チック村間を延伸、発展解消され、 現在に至る現在は一部運行区間の変更などを行い、JR バス関東が単独運行。ありがとうございます。